それでは、星を切り戻しというの一番難しい方法ですけども、順突きのような、手と足を腰で両方ともコントロールするというやり方、これで腰のストッパーを作るという練習をちょっとお見せします。基本で一応示しましたけども、もう一度やってみます。それでは今の腰の切り方を利用して、二の腰という腰の使い方で前手で打つというやり方をいたします。急に飛び降りるんで、どこに飛び降りるかは別としてね。そうすると体重がね、慣性質量に変わるから重くなるわけね。で、例えばちょっとじゃあここから飛び降りてみます。ここから飛び降りるとね、普通の人はここから飛び降りるとこうなるわけね。だけどこれ浮いてる状態だと1ミリ5ミリぐらい浮いてるかな、そういう感じ。少しはね、体重かかってますけど、気持ちとしては浮いた状態。ここから飛び降りる。そうすると、こうなるわけね。で、これ反動でバーンと今跳ね返ってるだけなの。で、この時、当てた時こうなるわけ。いつもやらなくてもいいんだよ。やればね、最大の力が乗るわけね、この時。まあ、私なんか50キロぐらいしかないから、当てたら100キロ超えちゃうわけね。だから当然ヘビー級以上になるわけ。それは生涯大を制すっていう意味のね、一つです。武道でね、生涯大を制すっていう根拠の一つです。体重がね、自由自在に増えるということ。ただ普通の人はね、こう居ついてね、動けないです。動いた場所でこう、止まった場所で技をかけるためにそれができないわけで、武道ではそれがないんです。必ず動いてます。